メイチューブをご覧の皆さん、こんにちは、ホタルです。ゆきなです。さあ今回はですね、ちょっと食レポなるものをしてみようと思います。さてこちらにご用意しましたのが、名所の近くである名所っ子ならみんな知ってるであろう、某有名な美味しいカレー屋さんのテイクアウトのカレーをご用意しました。ゆきなちゃん食べたことある？これ1回だけあります。おなんとね、このチーズナンが美味しいとのことで、私食べたことがないので今回ちょっと挑戦してみたいなと思います。じゃあ早速開けてみようかな。出来たてです。おー、熱々。おー、オープン。おー、きれいね、黄色。あ、なんか美味しそう。普通に丸い感じで、すごいな。何秒かつ？4分割。嘘。そう。え、いつも違うの？この間は8分割でした。え？気分かな？気分かな？じゃあ早速、これからいってみようかな。チーズなんていうのよくわかんないの。お？何これ？お？え、何これ、すごい。ピロン。チーズが大量に。手伝って。わ、手伝って。あ、すごい。まずそのままいってます。いただきます。ピヨン。これ絵的に大丈夫かな。でもすごく美味しい。なんだろう、カマンベルチーズかな。カマ、何種類か入ってそうな気もしなくはないけど、じゃあ結局つけて。これ何カレー？これはバトンカレーにしました。羊肉が大好き。いただきます。おいしい。普通の辛さにしたんですけど、全然辛くなくて、辛いの苦手な私でもガンガン食べれちゃう。優しい、優しい味っていうのを踏まえて、なんかもっといい面白いコメントお願いします。あんまりできなかった。ちぎっちゃっていいよ。じゃあこんな感じで、すごい熱々でね、熱い、チーズがすごい。これは予想外でした。あんま飲めなかった。ちょっとこれ試して。いただきます。何チーズでしょ。でも確かにカマンベールかなって感じ。そうよね。安定のチーズ。おいしい。伸ばすのが楽しくなった。私少なかったこと。もう見ない。じゃあ早速カレーをつけて。はい、羊ね、羊ね。いただきます。ジンギスカンのお肉、カレー味みたいな。あ、確かに確かに。おいしい。じゃあよかったら皆さんもぜひ食べてみてください。見てください。まあ詳細わからない方はね、証拠まで聞いてくださいね。バイバイ。